平井弘明です。フックとスライスの打ち分け方、短くまとめてやっていきたいと思います。まずフックボールっていうのは動きを小さく動かしてあげるのがポイントです。で、自分が小さくなるとクラブが大きく動きますので、フックボールが打ちやすくなります。で、今度逆にスライスボールっていうのは自分の動きを大きく、クラブの動きを小さくしてあげるとスライスボールが打ちやすくなります。これがやっていただきたいことの一つずつになります。なんでフックを打つときに大きく動いちゃいけないかというと、フックで大きく動くとチーピンになります。あとはそのまんまクラブがターンしないと右にまっすぐ飛んできますので、確実にクラブを使ってあげられるという意味合いで、自分が動かずクラブを動かしてあげる、要はちっちゃく動くっていうことが、まあ、ちょっとしたポイントの一つになります。今度スライスを説明していきますと、今度はですね、スライスでちっちゃく動いてクラブを大きく動かしてしまいますと、捕まりが先ほどフックと一緒で良くなります。そうするとスライスみたいに球を逃がしてあげるということがしづらくなりますので、スライスの場合は自分が大きく動いてあげて、クラブの動きが今度ちょっとちっちゃく動いてあげることでスライスが打ちやすくなります。フックとスライス、球を打ち分けるときにやっていただきたいポイントになりますので、お試しください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。